こういう感じで叩き出しできました。あとこっちですね、こういう感じですね。これがお肉をつきまして、でこれが、こういう感じですね。でちょっと大きめにこう作ってありますので、ここを切って、できるだけもちろんオリジナルの方を残すようにして、溶接をしながら叩き出しをしてまた微調していくということですね。で感じでやっていきます。で、ここはこの角度は生きてますので、ここはなるべく角度が変わらないように気をつけて作業していきます。
はい、それではですね、こちら裏側がある程度形になりましたので、今度こちらの横側ですね、こちらをつけていきたいと思います。でまずここ仮止めしまして、ここもちょっと仮止めしまして、それからここ穴を開けまして、で最後にちょっと整えながら、溶接をして、でちょっと裏側もですね、もう一枚貼ろうと思っています。こんな感じですね。できるだけですね、オリジナルのところを残したいので、こんな感じになりました。
こんな感じになりました。あとはですね、ここを少し落としまして、あとは形を整えて終了になります。あとはこの辺のまだ研ぎ足りないところも研ぎます。こんな感じですね。もう少し研いで整えます。それから下ですね。これから下作っていきます。